安藤氏は、日本の鎌倉時代から、戦国時代の末まで、道の国、出羽国の北部に勢力を張った武士の一族である。本性は安倍を称した。なお書史料に現れる安藤の表記について、主として、鎌倉時代から南北朝時代にかけての津軽時代には、安藤氏、室町時代中期以降の秋田時代には、安藤氏とされている例が多いことから、 個人名表記は、おおむね15世紀半ばまでを、安藤、以降、安藤とするが、本校では便宜上、他子族との混同を避けるため、氏族名を、安藤で統一して叙述する。なお、安藤氏と表記する場合、他の家系と区別するため、津軽安藤氏と呼ぶ例がある。掘れ期間によると、安藤五郎が、鎌倉時代初期に、津軽地方に置かれ江ゾ対応に当たったのが、 はじめとされているが、正確なところは不明である。鎌倉時代末期には、おうち人として、エゾザタ大官職を務め、津軽地方を本拠地に西は、出羽国秋田郡から、東は、下北半島まで、一族の所領が広がった。後に矢に分裂し、日山郡と秋田郡にそれぞれ拡挙し、室町時代には、秋田郡の一族が、京都五淵地州に組み入れられている。 ニアは後に統合し、戦国大名となった。本家は16世紀後半以降秋田氏を名乗り、江戸時代を通じて大名として存続し、明治維新後は死者区となった。安倍貞田党第二子の高星を子祖とする系譜を伝えているが、その実際の家系については、方言物語に登場する信濃のの暗当時、 安藤さんとの関係などを指摘する説、あず鏡に登場する、三沢安藤四郎との関係などを指摘する説、駿河国安東の省由来とする説がある。なお三河安藤氏に伝わる、安藤慶図には、源の頼朝の欧州攻めに際して、安藤小太郎き春が先導をし、その子末信が、幕府から、津軽の警護を命じられたとある。安藤氏の後栄である旧、 死者秋田家には、過疎の安倍貞党を、長洲根彦の兄である、安美の子孫とする系図が残っており、このため安藤氏を蝦夷とする見解と蝦夷ではないとする、見解の対立があるが、家系伝承については、蝦夷の僧を安美に求めた室町規制律の、曽我物語の影響を受けている、可能性が高いため、信憑性は、低いと考えられている。ただし、自らを、 朝敵であった、エゾの子孫とする系図を伝えてきたことが、北欧地方に、独特の系譜認識を示すものとされている。1990年代以降の研究では、道の区国一宮塩釜神社の社人であり、当神社の診療管理をしていたこと、津軽山族と記載された資料があることなどから、海民、山民としての性格を持つ豪族であったとも、推定されている。 安藤氏の歴史は長期にわたるため、ここでは黒島便の分類に従い、僧侶家が江蘇島に没落する15世紀前半までを、第1期、檜山安藤氏成立期の15世紀後半を、第2期、恵比寿島が安藤氏の統制から離れ柿崎氏が台頭する。一方で、港安藤氏の幕府との通行が増加する16世紀半ば過ぎまでを、第3期、 元気元年の両家統合以降の第四期に区分する。江戸関連、堀れ期間期によると、北条義時の頃、安藤五郎が東市の支配として置かれたとされ、諏訪大明神合衆では安倍氏の後院である安藤太氏が江戸関連となったとされている。これらの資料から安藤氏は鎌倉中期頃から道の国広範囲の所領を有した。 北条氏総領家の悲観として、蝦夷の統括者に任ぜられ、北条氏を通じて、鎌倉幕府の支配下に組み込まれていったものと考えられている。なお、特捜悲観としての、改僧は、特捜系より送り込まれた、津軽蘇頭より下位であるとする見解がある。また、日蓮聖人異文の、草草を振る舞い御所には、賢治元年のこととして、安藤五郎は因果の道理をべみえて、 同等多く作り自然になり、いかにとして首をば、エゾに取られぬるぞ、との記載がある。これを、新聞集に回収したためアイヌに殺害されたとする、意見もあるが、この頃元が、カラフトアイヌを攻撃したことが、元氏に記録されていることから、ここで言う、エゾアイヌではなく広く北方の異民族と返し、永任5年5月には、安藤氏がアイヌを率いて、 国流交流域に進行式事故付近で交戦となり元に打たれたのではないかと推察する説もある。しかし、安藤氏のアイヌに対する支配関係には疑問も出されている。安藤五郎と安藤太氏の資料から元来の僧侶家であった五郎家と太郎家が並立していたと想定する見解がある。また、西浜安藤氏と外の浜、安藤氏の並立を前提に、 安藤氏の乱の前に、江夷関連の座が、外の浜、安藤氏から西浜安藤氏に一時移っていたとする、説もある。安藤氏の乱鎌倉末期の元王二年から元寇二年に、掛出わの江夷が放棄したことをきっかけとして、一族で、争いが起こり、小中二年に、北条高時が、江夷座多大官を、又太郎末永からいとこである。 五郎三サブロウスエヒサに変えると、騒乱は幕府への反乱に発展する。この争いを、上述した、モンゴルのカラフト進行後の講和をめぐる、方針争いによるとする見解と、前述の五郎家及び太郎家の並立を前提に、エゾの放棄を機に、エゾのサタが、安藤太氏の子孫から安藤五郎の子孫へ移行した、ための構想とする説がある。 鎌倉年代記によると火薬元年期長が捉えられ、翌火薬2年には末永老中の危険が中殺され、さらに翌火薬3年に和談が成立している。和談の内容は、末永の本領であった津軽西浜の内関及び、阿蘇兵を末永の一族に安堵し、それ以外の所領は、末久領とするというものであったと推定されているが、 津軽西浜を末久の本拠地とする説もある。末永のその後の消息については、諸説ある。十三港の空中写真国土交通省国土、地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成書量の広がり、安藤氏は、鎌倉時代末期から南北朝時代を通し、津軽十三港を本拠地とし栄えたと言われているが、十三 港を支配した時期については、諸説割り確定していない。鎌倉末期から、南北朝時代における安藤氏の支配領域は、早期による譲り状や、四季に対する、北畑焼家安藤城によると、道の区国美和軍絹家島、尻引里、片野辺境、江戸の沙田、ぬかの部軍羽総理郷中浜五牧、港、津軽西浜以下の自童大職となっており、 現在の青森県地方の内八の平均辺を除く沿岸部のほとんどと推定されている。蒸気で安堵された所領には、十三港も、系図により本来の根拠地とされている藤崎も、含まれていないが、港を十三港とする見解。十三港は、江戸の沙汰に含まれるとする見解、津軽西浜に含まれるとする見解などがある。しかし、 安藤氏の十三港進出自体を遅く見る、見解もあり分かれている。また藤崎についても諸説あり、よく分かっていない。安藤氏の所領は、中央部の武士団に比べて面積が広大であり、国家の境界外に及んでいる点が指摘されているが、その実態は、公益を通じての経済的権益であると、推定されている。その勢力は、 津軽海峡をまたいで恵比寿島に及び、恵比寿島南部に家臣を遺廃させ、もしくは、私党の有力者を悲観として、現地責任者としたとも想定される。南北朝と似合、分立安藤氏一族の所領は現青森県地方、道南地方にとどまらず、鎌倉中期から、立花の氏の支配を離れたではそのく党が、北条氏の所領となり、 安藤氏がその時東大となったのではないかとする説もあり、僧侶家とは別の安藤一族の海を通じた広がりが推定されている。鎌倉時代後期から室町時代には南下し、秋田軍によった一族は上国家を称した。対して津軽に残った僧侶家は下国家と称した。過国家は早期以降五代にわたり続き、南北朝時代には 南北領朝の間を巧みに立ち回り、本領の維持拡大に努め、室町時代初期にかけて勢力は繁栄の最盛期を迎えた。安藤氏は、関東五面線として恵比寿島を含む日本海側を中心に広範囲で活動する安藤水軍を要し、しばしば津軽海峡を越え恵比寿島に出兵し、北海の遺敵動乱の対応に当たっていたという。 斉藤敏夫は、14世紀末に恵比寿島での反乱を、鎮圧した、過国家が、その功績により、秋田港一帯及び、恵比寿島日本海側の支配権を、室町幕府から委ねられ、港家を起こしたとしている。欧米30年には、足利義和の将軍就任を祝い安藤康式が、馬20頭、和芝50羽、分、画岩2万匹、海とらがは30枚、 昆布五百羽を献上している。また、後期は、足利義一おうちがでは、安藤むつ守るとして見えるが、若狭国覇寺の再建に際しては、欧州十三港美の本将軍と称している。なお、世紀以前の過国家の系譜は諸刑図によりまちまちであり、一級資料に、見える名と系図の名が一致しない、統計図の信憑性に疑問が持たれているため、 実態については、未だ研究の途上にあるが、世紀以降の系譜については、生物年等に諸説あるものの、ほぼ疑いのないものと考えられている。しかし、過国化は、最世紀後間もなくの15世紀半ば頃、東の八戸方面から勢力を伸ばしてきた南部市に、追われ恵比寿島に逃れた後、一旦、室町幕府の朝廷で復帰したものの再度、恵比寿島に撤退し、 恵ビス島から津軽奪還を幾度も試みたが果たせなかった。近年の発掘結果からは、13港遺跡の最盛期は14世紀半ばから15世紀前半と推測されており、文献資料と矛盾しない結果となっている。なお、広告元年の大解消により13港が衰退したとの伝承に関しては、存在しなかった可能性が高いとする論文があるほか、 発掘調査においても津波の痕跡は検出されていない。過国家と上国家は、それぞれ道の区国北編と出羽国北編で、エゾ関連の役割を果たしていたとも推察されている。さらに、室町幕府の大宇大名史作において、両安藤氏を、館形号を称する家柄として秩序立てていたとする見解もある。この頃から、安藤の表記を、 安藤とする例が多くなるが理由は明らかでない。道南十二関西紀は文家の塩方、安藤家出身であったが、過国家の恵比寿島撤退の頃南部市の捕虜となり、間もなく南部水軍の根拠地であった田辺を治療し、安藤太氏を称した。これを南部氏が正規を区別とし、北方海域の各地に広く分布していた安藤氏の同族を掌握したため、 北方海域の安定化と幕府権威の浸透につながったとし、この時下国家は絶景し、塩方安藤正規から新たに檜山安藤氏が始まるとしている説がある。しかし正規もまた南部市と対立し、戦闘に敗れて恵比寿島に撤退している。この時、恵比寿島に12の拠点を設け3種5職を大官として設置したことが、 白木の記録に記載されているが、実態は、正規の弟の安藤家正あるいは、一族の安藤正樹が一人主語として、統括していたとする見解も出されている。正木藩家老を務めた、寄合石下国史は、この火星の子孫を称している。なお、正規火星兄弟の恵比寿島撤退と恵比寿島における、勢力腐食について、従来、一式吉らを経由し、 各国家の取り継ぎを行ってきた畠山三井への死去を受け、細川勝元が北方公益の権益を畠山市から奪取することを目的に行った出来事だとする見解がある。世紀は港高敷の招きに応じ、交渉2年、恵比寿島から出羽国ロく島に渡り、明王4年、この中期と共に津軽と隣接する河北船長を領していた。 カサ修州を滅ぼして、ここに本拠を構えた。これにより北王の勢力均衡が崩れ、古社マインの戦いや柿崎クランドの乱が起こり、北方海域における戦国時代の到来となったとする見解がある。この地の本拠地として、正規が築城を開始し中期が明王4年に修築を完了したのが、檜山城である。なお、1482年に、 朝鮮国王政州に対し大増強を求める使者を送った恵比す千島岡佐を檜山安藤氏とする見解がある。この頃の下国家は幕府との関係性が薄く、口述するように中央との交流が頻繁な港家とは性格が異なることから海賊的存在であったとの指摘がある。また、下国、上国の庭は、 相対しながらも、檜山軍と秋田軍とを分け合い、一連の港騒動を除き戦闘は確認されていない。過国家檜山城、本丸跡した国家は、中期以降、広期、春期、愛期、サネスエまで5代にわたり、道の区国比内、兄地方に勢力を拡大したとみられる。この地方が、出和国の一部として扱われるようになったのは、これ以後と推定される。 中期以降の過国家は、檜山追記や、寺院建立を行う一方で、恵比寿島の経営にも、勤め館号を称したため、檜山館とも呼ばれる。しかし、次第に恵比寿島が過国家の統制から離れ始め、特に、恵比寿島において悲観であった柿崎氏が、上国守護職に加えて、松前守護職を名乗ったことを追認せざるを得なく、なるなど、戦国時代前期には、 実質上北ではの一号族となった。過国家は、東海将軍、日の本将軍を称し、では、道のく北部から恵比寿島にかけての支配権を内外に、固示しようとしたとされているが、これには、否定的見解も出されている。春季は、天文19年恵比寿島に渡り柿崎氏とアイヌとの、講話を仲介するなど、エゾに対する一定の権威を、示し、以後も、 垣崎市の徴収する赤線の大半を上納させ、軍役を課している。一方で、日本海海運の拠点であった、オバマ港に、大韓赤都市を置いていたとの見解もあり、北日本海に止まらない、活動範囲も指摘されている。港や港安藤市検証非常国家は、室町幕府関係の資料上一貫して、港家と記載されているため、本節以後は、 港家と表記する。港家は遅くとも天文年間には京都府地州となっていること、代々、左衛門の差を名乗り、本願寺や細川市とも吉見を通じるなど中央等の交流があったこと等が確認されているものの、実績を伝える確実な資料に乏しく研究が進んでいない。港家は上述の通り、秋田郡によりではソロク島やでは港を漁し後に、 秋田軍全体を制して、秋田城之助を自称した。日山館と並び、秋田館とも呼ばれる。港家の成立について、従来の説は、仕掛けが、では港に入ったとの経図記載基準を踏襲したもので、あったが、近年、南北朝時代成立の資料により、小賀半島の領主として確認される、安藤真五,五郎、安藤太氏の領者や、 一川港文書に含まれている実写、修造胸札写しに残る、サビクラ、安倍正式、安倍清州等が、仕掛の南線と伝えられている、時代以前に遡れること、港家以前の小賀半島の領主を、小長和家と伝える伝承があること等から、港家の成立と伝えられる以前に、安藤一族が、秋田軍に土着していた可能性を指摘する見解。や、鎌倉末期に、 安藤氏の乱において僧侶から退りけられた末永を上国家の祖とみなす見解などが出されている。また、仕掛けを早期の子とする経図を支持する見解もある。伝承されている経図は南部史関係の資料とは概ね一致するものの、前述のように自社修造無名札写しから復元される歴代とは異なっており、その実態については今後の研究が待たれている。 戦国大名家、脇本城内館後戦国時代後期に入ると、港家に孔子がなく、断絶の危機を迎えたため、詳細は不明であるが過国家の愛記が、港家をも継承して、元気元年に安藤氏を統合し、安藤氏の全盛期を築き上げた。愛記は、上杉謙信、織田信長らと対等の吉美を通じ、天正五年七月十二日に、十五下に、 天正八年八月十三日には、十五以上自重となる。一方、当時配下であった、柿崎義弘を使いア利勝頼を暴殺するなど、領内の反抗勢力を滅ぼし、旧港下系国人衆の反乱である港騒動を収め、由利地方から大宝寺市の干渉を駆逐するなど権力基盤を固めた。これらにより、安藤氏は、戦国末期に至り、秋田軍、 檜山軍、豊島軍、由利軍を勢力範囲とする戦国大名へと成長した。居城も檜山から脇本城を経て、天正17年港城へ移している。近世大名秋田氏安藤氏は、天正17年以降、秋田城之助を名乗り秋田氏を称した。愛奇没後はサネスエが後継者となるが、 天正17年2月9日に、戸沢森康の支援を受けた一族の通期から攻撃を受け、サネスエは、ユリ州の協力により反乱を鎮圧することができた。この合戦は、豊臣政権から総武事例違反とみなされ、咎められたが、石田三成への工作により家の存続を許され、では秋田52,404国の大名として、生き延びることができた。 豊臣政権下では、不思議つや朝鮮出兵の際の杉板供給役を務めている。サネスエは、関ヶ原の戦い後の慶長7年、日立国志士度5万国に国替えとなり、慶長16年1月15日には、従来自称してきた十五位下、秋田城之助に正式に部任された。サネスエのこの年末は、正法2年に、 道の九国三春五万五千国に移され、間もなく五千国を分家に分与して五万国の三春藩主となった。以後、秋田市は、江戸時代を通じ大名として存続し、明治維新に及び家族連志向により、家族に列し、死釈を授けられた。明治時代中期に、吉田東吾の大日本知名寺書により、警府の検討や、 行政上の位置付け等がなされたのが安藤氏研究の始まりと評価されている。その後、北定吉による日の本将軍への言及、古田良一による欧州藤原氏との関連性及び十三港の歴史研究に続き、1962年、豊田武氏により初めておうち人としての位置付けが取り上げられた。しかしながら、豊田説では、 安藤連勝などを出した平成安藤氏との混同が見られたため、安藤氏の活動範囲を実態以上に広く捉える影響を後世に与えることとなった。以後、宮崎道夫、平山久夫、遠藤岩夫、大石直政、海保峰夫、富山至る生、佐々木圭一らにより、中世国家論から対外関係史にまで研究成果は及んだ。中世国家論に関しては、 学説上、中世国家の北方支配上日本海側を重視する、遠藤岩尾の日の元将軍体制論と太平洋側を重視する、入間田だ乗りのパックス南部論が対立している。対外関係史に関しては、1990年代以降、村井翔介により、中世国家の東西境会周辺の 特捜機関である西の千ヘッツイ氏と東の安藤氏の比較検討研究が進み、共に中央部の武士団に比べて所領面積が広大であり、国家の境界外に及んでいる点が指摘されている。安藤氏、諸課系図、ありがとうございます。